左とですね、右手、左手とよくご覧いただきますと、鼻の向きが逆に描かれておりまして、右手はお客様側から見えるように、左手はお殿様側から見えるようにとですね、天井の方にもおもてなし、心遣いがされております。また正面の白馬に座っている女性の絵、こちらは中国四大美女の一人、王将軍の物語が描かれております。左手中国から右手モンゴルに送られていく姿の絵でございまして、そちらからこの部屋は王将軍から将軍の間と付けられたとも言われております。また王将軍の絵のところオレンジ